田コツメと矢野晴日のあいつらラジオやるってよ。今週も池袋 FM さんからお送りしております、あいつらラジオやるってよ。トークだけでつなげる15分間にお付き合いください。この番組のご感想ご質問はハッシュタグあいつラジオとつけて SNS に投稿してください。改めまして、春日は矢野晴こと矢野晴日です。改めましてこんばんは、福田コツメです。今日はしっとりいくんですね。そうだね、しっとり。最近どうですか、コツメさん。最近もう12月です ねイルミネーションがすごいさ、綺麗だよね。確かに。おすすめのイルミネーションスポットとかあるんですか。イルミネーションスポット、はい、もう東京はあちこちイルミネーションスポットじゃない。確かに、あの無難に表参道とか、あとあれですよね、代々木公園とかも綺麗だったりしますよね。あ、そうなの、はい、公園の中でイルミネーションしてる。あ、やってます、やってます。はい、それは初めて知りましたね。あと六本木とかあの辺も綺麗ですよね。メジャーですね、六本木は。確かに。まあね、クリスマスも近いですし、なんかサンタさんからいろいろもらえたらいいですね。ね、本当に。でも最近あのプレゼントとかじゃなくて、なんだろう、時間とか余裕とかそっちの方が欲しくなってきました。何何何何、怖いよ、夢がないよ。夢がなさすぎてびっくりだよ。冒頭から暗黒の晴れ日始まる。やだ。ライブ楽しみだね。そうだね、そういえばお腹空いちゃったな。だね。あ、そういえばこのライブハウス美味しいご飯があるみたいだよ。本当に？頼んでみようよ。うん。美味しい料理とアットホームな空間のライブハウス、池袋ホットアイズ。ライブステージはもちろん、結婚式の二次会やパーティーにもご利用いただけます。また大分県産の食材をふんだんに使用した自慢の料理はどれも絶品。あなたの素敵な思い出に彩りを添えます。お問い合わせは03-6907-3340、 03-6907-3340 まで。池袋駅西口から徒歩5分、池袋ホットアイズはあなたの期待に応えます。ねんね、コツメさん聞いてくださいよ。はい。最近ですね、海外の人と話す機会が多くて、はい、でもなんか、まああのいろいろですね、私学生の頃からずっとアルバイトいろんなことしてるんですけど、まあ、あの接客業が多くて、で最近ホテルのフロントでバイトし始めて、でまあ、場所が場所なので、まあ、東京なので、東京で働いてるので、海外のお客様がすごく多いんですね。でいろんな国の方が来るから、なんかすごい異文化理解とかにもなりますし、スタッフさんも外国籍の方が多いんですよ。はいはい、なんか留学生とか、でこの前、あったじゃないですか、ドーハの起源、奇跡なんだっけ。私あんまワールドカップ詳しくないんですけど、なんかでもそんなの悲劇とかそんなんじゃなかったよね。じゃないですよ、奇跡とかじゃなかったっけ。そうなんですけど、これなんか今あのこの前まで、この前までワールドカップやってたじゃないですか、はい、今もやってんのかな。今あの収録日が11月だからわからないけど、ね、わかんないドイツ VS 日本で日本が勝ったじゃないですか。あ、それはご存知ですか。いいニュースでね。その時ですね、ホテルであのバイトしてたんですよ、はいはいはい、そうしたら、まあ、私あのスマホとかいじれないので仕事中は、はい、いきなり電話がかかってきて、隣から叫び声がした、何かあったんじゃないかみたいな感じで、どこの国だっけな、なんかアフリカ系の人の、お部屋から電話があったんですね。でそれで
あ、じゃあちょっと一応電話かけてみますってお隣の部屋にと思って、うん、でまあお隣の部屋に電話かけたらまた外国の方だったんですよ。でそれで、あ、ソーリーごめんなさいみたいな感じで、まあそれで事なきを得たんですけれども、うん、なんでそんな叫んだんだろうと思ったら、そこに泊まってるホテルの人ドイツ人で、だからちょうど多分負けた瞬間かなんかに、うん、うわーみたいな感じで発狂して、うん、でクレームの電話がかかってきた。なんかさ、それで思い出したんだけど、はい、私の家のですねお隣さんもなんか、はい、そういう叫び声みたいなのがあったらしくて、夜中に、はい、それは外国の方で日本の方で、日本の方で私今実家暮らしなんですけど、はい、親がお隣さんがまた喧嘩してるんじゃないかなと思ったって、はいはい、言ってたんだよ、はい、でもサッカーでの歓喜だったらしい。なるほどいやでも もうそれぐらいすごいことだったんです ね私ちょっとサッカーいや同じくサッカーにあんまり詳しくなくってね。そうなんです。だけどなんかやっぱ日本って野球のイメージじゃないですか。どっちかっていうとサッカーのイメージがあったな。え、本当ですか。甲子園とかやっぱでもなんか、ワールドカップってなるとなんかもう渋谷のスクランブル交差点を行き交うみたいなさ、はい、どういう意味どういう意味ですか。ニュースであるじゃん、イエー勝ったーみたいなさ。あ、パレードするんですか。いや、パレードじゃないサポーターの人たちが あのすごい喜びを、はい、スクランブル交差点で表現するって、表現するっていうのはまたちょっと違うかもしれないけど、テレビのニュース。お、そうなんですね。前、かなり前だけどね、コロナの前だから。あ、何かしら若者は渋谷のスクランブル交差点に行くんですね。ね、何かがあるたびに、何かがあるたびにスクランブル交差点やっぱね広いからね。あ、もっと広いところあるでしょ。確かにもっとあるでしょう。駆け回りたくなるのかもしれないいやでもやっぱサッカーってヨーロッパのイメージじゃないですか。やっぱヨーロッ、アメリカとかはサッカーっていうよりもやっぱメジャーリーグとか。そう、世界からしてみたら日本はサッカーじゃないかもしれないけど、なんかサッカーでこう盛り上がってるイメージで、その盛り上がりについていけないのが自分いやでも私スポーツ見るのは好きなんですよ。そうなんだ。そうなんです。どっちかというと野球のルールよりもサッカーの方がまあ分かりやすいじゃないですか。野球って分かんなくないですか。今のアウトなんみたいなでもそれはもうね、なんていうの、お、審判みたいな人がさジャッジするのを見るしかなくないもん。そんなん見ただけでうちも分かんないだからそう考えるとサッカーの方がなんか分かりやすいなって。だってシュート決めればいいだけじゃないですか単純にシュート決めればいいだけなので。やめようやめよう、なんかこんなさ会話してたら怒られちゃうよ本当に。サッカーが好きな人が聞いちゃったら。どうするの。いやでもに好きですよ。にわかですけど、もう引退しちゃったけど中村健吾選手が好きです。これはたまによくライブ配信とかでも言ってるんですけど。そうなんだ。お友達がねすごい、はい、三笘くん、三笘薫選手がすごい、はいはい、一押しなんですって言ってた。それは何ですか、顔ですか、それともプレーですかいやなんか取材か何かで、はい、その三笘選手とこう、はい、お会いする機会があったらしくて、はいはい、なんかその笑顔にキュンとしたって言ってましたお顔かな、なるほど結局はまあでもそういうのありますよね。あって、でそれで、うん、あ、いい人だなと思ってそうね、ありますね。雰囲気ですかね、お顔ですかね、お顔立ちかなわかんないいやでもね、もうこうやってサッカーがわからない二人同士が話そうだよ。サッカーがわからないのになぜサッカーの話を始めたのだって今あれサッカーしてないや。
いやね、今年あれ違うか、去年の1月、はいはい、にサッカーしたじゃないですか、劇団で。あ、そうなんですよ。そういえば劇団でのバラエティ番組で、うん、あのロアッソ熊本のユースの、あの少年たちとね、中学生ぐらいの子、そうですよね、戦う機会があったんですけど、うん、なぜか私はもう何のプレーもさせてもらえずずっと熊本のタレントのスガッシュさんという方とね、あのずっと実況中継をするといういやいいじゃないの、動かなくていいんだよいやどういうことですか衣装だけね、バッチリすごい、そうなんです、あのすっごい高いなんかスパイクを買っていただいたんですけれども、それも履いただけで何も走ってないっていう、うん、じゃ あれのね、あれやったらね、測定筋膜炎になったからね、やらなくてよかったんじゃない。測定筋膜炎とはということで CM です。ライブ楽しみだね。そうだね、そういえばお腹空いちゃったな。だね。あ、そういえばこのライブハウス美味しいご飯があるみたいだよ。本当に？頼んでみようよ。うん。美味しい料理とアットホームな空間のライブハウス、池袋ホットアイズ。ライブステージはもちろん、結婚式の二次会やパーティーにもご利用いただけます。また大分県産の食材をふんだんに使用した自慢の料理はどれも絶品。あなたの素敵な思い出に彩りを添えます。お問い合わせは03-6907-3340、03-6907-3340まで。池袋駅西口から徒歩5分、池袋ホットアイズはあなたの期待に応えます。今週もお別れのお時間が来てしまいました。早っ私たち何の話してるんですか。サッカーにわかすぎるサッカー話でもまあほら、世間はすごい盛り上がってるじゃないですか。そのサッカーの盛り上がりについていけない我々、はい、いやでもやっぱりね、あの日本応援したいなっていう気持ちはにわかですけどありますし、ね、本当今日もねあるんだっけ、はい、あれ、ああそうなん、今日収録が11月の27日なんですけど、今日も日本戦があるんですよね。うんね、ちょうどもうそろそろキックオフ、ね、もうキックオフしてる。やめよう、に若すぎるからまた怒られちゃう、怒られちゃう、サポーターの方に怒られてしまういやでもあの違いますよ、あの本当に応援したいっていう気持ちはありますからね。いやもちろんですよ、日本国民としてね。そうですよ、もういつかね、まあ、優勝は難しいかもしれないですけれどもなんかベスト4とかね、いけばなんか素敵だなって思いますもう この なんだろう、次から次へと出てくる言葉が全てにわかっていう話さない方がいいと思うにわかを探しまくっている喋れば喋るほどなんか墓穴掘るみたいな感じになってしまってるじゃないか。残念だねはい、ということでこの番組のご感想ご質問はハッシュタグあいつラジオとつけて SNS に投稿してください。それではシュクララン。福田コツメと矢野晴日のあいつらラジオやるってよ。今週も始まりました、池袋 FM さんからお送りしております
あいつらラジオをやるってよ。トークだけでつなげる15分間にお付き合いください。この番組のご感想ご質問はハッシュタグあいつラジオとつけて SNS に投稿してください。改めましてこんばんは。髪をバッサリ切りました福田コツメです。春日はいつも通りの矢野晴日です。いつも通りいつも通りね。私はいつも通り。いいじゃないですか、いつも通りが一番いいですよ。あの安定安定でも安定安心。あれですね、はい、髪ほんとバッサリ切りましたね。はい、バッサリ切ったんですけどね、はい、あの外羽ボブみたいなのを下なんだっけ、なんだっけあれ、バッサリカットみたいなんだっけ。いやバッサリカットバッサリ、おかっぱってことですか。ボカッパじゃないの。えカッパじゃなくてカッパなんて言ってないですよ。おかっぱって言ったんです。カッパじゃなくてさ、なんだっけ、はい、切りっぱなし。切りっぱなし、うん、そんなのがあるんですか。はい、そういう髪型にしてもらったんですよ、はいはいはい、でこう外羽ボブみたいなのをしたかったんね、はいはい、だけどさ、なんかなんなんだろうね、うち本当頭を乾かしただけなんだけど、はい、どうも私の髪質はね丸くなりたがるみたいでさでもありますよね、美容師さんに切ってもらった後と次の日って全然違いますよね。全然違う、もうなんか毎日丸ちゃんみたいな頭になってるの可愛いじゃないですか。どうしてなんだろうね。ライブ楽しみだね。そうだね、そういえばお腹空いちゃったな。だね。あ、そういえばこのライブハウス美味しいご飯があるみたいだよ。本当に？頼んでみようよ。うん。美味しい料理とアットホームな空間のライブハウス、池袋ホットアイズ。ライブステージはもちろん、結婚式の二次会やパーティーにもご利用いただけます。また大分県産の食材をふんだんに使用した自慢の料理はどれも絶品。あなたの素敵な思い出に彩りを添えます。お問い合わせは03-6907-3340 03-6907-3340 まで。池袋駅西口から徒歩5分、池袋ホットアイズはあなたの期待に応えます。ねえねえ矢野原ちゃん。はい。来て。はい。12月じゃないですか、はいはい、なんか最近こう休みの日になるとさ、なんかポーっとしたくなっちゃってね。ポー、はい、はいはい、ポーっとしたくなるんだよ。休みの日って何してます？まあ12月関係あるか分かんないけどさ。全く関係ないですよねもう一年中使える質問ですよねそれ。休みの日ですか、はい、私休みの日を作らないようにしてます、うん、そうなんだ、はい、なんか何もない日っていうのを作っちゃうと、うん、もう寝ちゃうので、もうそういうのをやめようと。でも寝たいとかならないの？まあ、たまにあるんですけど、まあ、そういうのは1ヶ月に1回か2ヶ月に1回でいいかなって思っちゃいます。あ、じゃあすごい働いていたいタイプってこと？なんかそっちの方が、うん、なんか自分のリズムを作れるというか、なんか一回休んじゃうともうずっと休みたくなっちゃうので、うん、もうそういう隙を自分に与えないみたいな。へでもさ、なんか休んでさちょっと、はい、なんだろう、シフトチェンジみたいな、なんだろうね、勉強時間みたいなのとかさ欲しくなったりしない？確かにそれはあるかもしれないです。ルーティーンというか、なんかもう仕事とかで全部埋めちゃったりするとさ、はい、なんかやりたい方向性とさ違う仕事ももちろんやってくるわけじゃない、はいはい、なんかそういう時になんか勉強とかをしてなんか知識を増やしてなんか違う方向になんか進める努力をするというか。あ、でもやっぱり時間がないとなんか勉強しようとか、うん、あと本を読もうとか、うん、そういうのはなくなっちゃいますよね、うん、そうなんだよ。だからなんかなんか時間の使い方って難しいなと最近思ってそうですね、休みどういう風に過ごされてるかなと
と思って聞いてみました。でもここ最近はなんかもうずっともうキツキツで予定を入れようと思ってあえてそういう生活をしてました、うん、なんか劇団を辞めて2ヶ月ぐらいは本当何もしなかったんですよ、うん、私何もしない期間があって、うん、でもやっぱそれはそれでちょっとやっぱり病んできそうだね。そうそうそうなんですよ。シュンってなっちゃうのであもうちょっと外に出て働こうと思って、うん、まあホテルのフロントをやったりあとオーディション受けたりとか、うん、あとはまあ、 あの舞台とか出させていただいたり、うんうん、映像系の方やらせていただいたりとかしてて、なんか私の中でこの2022年は、うん、もうキッツキッツにやろうってい う, うんなんか目標が目標っていうかそうしようってなんか決めたので、うん、今月 までは今月まではちょっとキツキツ生活で、まあ新年変わってからねまた考えるって感じですかね。そうですね、2022年のラストまで頑張ります。いやなんか私はこういろんな知識を増やしてみようかなと思いましてですね、はいはい、この間11月の頭ぐらいかな、はい、ピカソを見に行きましたよ。ピカソ展みたいな。ピカソだけではないけど、まあはい、ピカソとその近辺の年代の人たちみたいな、はいはい、どこの美術館ですか。上野。あーいいですね。いやなんかさ本当にピカソのピカソさんに本当に失礼なんだけどさ、はい、なんかあんまり自分でも描けんじゃないかなみたいな、なんか思ったりしません。思うんですけどでしょ。そんな気持ちもわかるんですけどいやいやいや、そうそう思っていたんですよ。私も描けんじゃないかななんてまあそれがね評価されるされないは分かんないんですが、いやでもあの方の作品をこういろいろと見ていったらね、はい、いやうまい、うまいんだって。うまいからこそなんかこう、はい、変なんだろう、変化というか遊べるというか、あ遊び心がある絵っていうのかな、はいはい、なんかいろいろタッチを変えることができるっていうのかな。わかります。うん、なんとなくなんか絵のうまいからこそ 絵をいろんな角度から見ることができていろんな表現方法ができるみたいな、なんかそういう方なんだなっていうのを感じましたね。あと付き合う女の人ごとにこう作風なんか絵のタッチが変わってくんだって。なんかやっぱ芸術家の人ってそういうのありますよね。例えば太宰さんとか、そうです、小説家の太宰さんとか芥川さんとかもやっぱり付き合う人とかによってなんか変わったりするじゃないですか、うん、だから芸術家あるあるなんですかね。やっぱなんか芸術家ってちょっとクレイジーじゃないとやっていけないですね。じゃあどうやってクレイジーになったらいいのかな。いやなろうと思って2022年あと残りわずかでクレイジーになろうよ。コツメさんはピカソになりたいんですか。ピカソになりたいわけではないけれどもなんかなんだろうね、なんか人と違う何かっていうのはやっぱ欲しくなりますよね。うん、まあでもまあコツメさんいいんじゃないですか。もともとなんかクレイジーですよ。嘘。大丈夫です、安心してください。安心してください、十分クレイジーです。履いてますからいつの流行語だろうね。いやそっか、いやでもピカソかモネとかは結構あれですよね、うん、人気高いですよね。あのハス？あ、そうです、そうです。結構いろんななんかもののデザインとかにもなってたりしますし、うん、私最近あそこ行きましたよ、あの夢二さんの美術館に行きましたよ、うん、あの大正時代の雑誌とかの挿絵をしたりとかしている方なんですけど、素敵そうだな、多分絵のタッチを見たら分かると思います、あこれかみたいな感じで。でもやっぱりなんかそういうところに行くといろんな刺激を得ますよね。うん、エルムルムね。どうしました。
なんかびっくりするような口の形になってましたよ今そんな形になってたか、びっくりするような口の形になってましたいろいろとまあ、もごもごしちゃう確かになんかキツキツでいろいろ予定を詰めるよりもやっぱそういうたまの休みに寝たりせずにそういう美術館に行ったりとか、なんか本を読んだりとか、なんか芸術に触れる機会があったら、うんうん、やっぱそれはそれで素敵ですねそうだね、やっぱり休みは動くのがいいのかな、休みたくなるけれども ね、 じゃあ私もちょっとキツキツにしないで2023年は週1ぐらいで休みの日を作れるかな、でもすごい働くね。いや夜勤なので、うん、私ホテルのフロントね夜勤やってるので、あれいつが今日かなっていう現象に陥っちゃうので、なんか分かんなくなるんですよ一日の締めが、うん、ライブ楽しみだね。そうだね、そういえばお腹空いちゃったな。だね。あ、そういえばこのライブハウス美味しいご飯があるみたいだよ。本当に？頼んでみようよ。うん、美味しい料理とアットホームな空間のライブハウス池袋ホットアイズ。ライブステージはもちろん、結婚式の二次会やパーティーにもご利用いただけます。また、大分県産の食材をふんだんに使用した自慢の料理はどれも絶品。あなたの素敵な思い出に彩りを添えます。お問い合わせは 03-6907-3340 03-6907-3340 まで。池袋駅西口から徒歩5分、池袋ホットアイズはあなたの期待に応えます。今週もお別れの時間が来てしまいました。うわー、いやーね、難しいね。何がですか何がですか、締め方。いや今更私たち何ヶ月やってるんですか、何ヶ月やってるんだ。9月からだよね。9、10、11、12。わあ、もう4ヶ月ですよ。そうなんだいやー4ヶ月も経ってもさ、この話の終わり方って難しいね。まあそうですいやなんせ私たちは、あ、今日何々話してみようかなとか、うん、こういうこと話してみようかなとか全く考えずに来ますからね。え、なんかでも最初ぐらいは考えたよ。あ、本当ですか。最初ぐらい、いつの最初ですか。いや、ねえねえからねえねえからかな。うん、お、で出だしを考えるみたいな。そうあ、なるほどねでも決まった台本とかはないじゃないですか。そうですね、そういうゆるりとできるのがラジオのいいところ前向きだな向き、まあまあまあ前向きにね生きていきましょうよ。暗い人生よりね明るくね生きていきましょう。まあそうですね、うん、まあそれになんせ年末なんでね、ちょっとハッピーな気持ちで終わりたいですね。そうだそうだ、ハピネスなんか言ってよ、うん、はいはいさてさて、はい、そろそろもうぐだぐだじゃないですか頑張れ。私閉めちゃいますよ、いいんですか。あ、どうぞ。え、こつめさんのセリフなのにな。いきます。この番組のご感想ご質問はハッシュタグあいつラジオとつけて SNS に投稿してください。それではニフェデビル。福田コツメと矢野晴日のあいつらラジオやるってよ。今週も池袋 FM さんからお送りしております、あいつらラジオやるってよ。トークだけでつなげる15分間にお付き合いください。
この番組のご感想ご質問はハッシュタグあいつラジオとつけて SNS に投稿してください。改めまして、春日は矢野春こと矢野春日です。つんこと福田こつめです。つん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 、かわいいでしょう。でも確かにつんちゃんとか呼ばれてますよね。うん、こっつんっていう風に言ってって言ったんだけどさ、はい、なんかこっつんって言いにくいって言われたからと思って、なんだろうね、じゃあつんでいくかと思って。そういうあれなんですね。そう、自分で考えるっていう。まあでもあだ名なんてそういうものですよね。自分で考えるの？わかんない。自分であだ名考えたことなかったな、自分で自分のね。でも私は普通にはるちゃんとか矢野はるちゃんとか、それがずっと小さい時から呼ばれてたので。だって自分で春にちはとか言ってるからさ。いやいやいや、でも聞いてください。これはあのファンの人が一応考えてくれたんですよ。春にちは、あ、春にちはじゃない、矢野はるって呼んでくださいだ。どういう、間違えた間違えた、春にちはは関係なかった。矢野はるって呼んでくださいって最初に言ってるじゃない。あだ名というか、まあ、ハッシュタグ矢野はるで検索したらいろいろ出てくるので。それで覚えていただけたらと。噛んじゃったじゃないですか。ライブ楽しみだね。そうだね、そういえばお腹空いちゃったな。だね。あ、そういえばこのライブハウス美味しいご飯があるみたいだよ。本当に？頼んでみようよ。うん。美味しい料理とアットホームな空間のライブハウス、池袋ホットアイズ。ライブステージはもちろん、結婚式の二次会やパーティーにもご利用いただけます。また大分県産の食材をふんだんに使用した自慢の料理はどれも絶品。あなたの素敵な思い出に彩りを添えます。お問い合わせは03-6907-3340、 03-6907-3340 まで。池袋駅西口から徒歩5分、池袋ホットアイズはあなたの期待に応えます。ねえねえ、コツメさん聞いてもいいですか？どうぞ。コツメさんの今年の漢字って何ですか？今年の漢字、はい、先週あたりに、うん、今年の漢字が発表されたとか、うん、されてないとか、されるとか、されなかったとか、いろいろありますね。とか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 。ということで、2022年のコツメさんの漢字って何ですか？なんだろうな。パッてね、今言われた瞬間に頭に浮かんできたのが、はい、はいはい。個人の子。こ個人の子、個人の子、あ、個性とか、あ、そうそう、そういう、あ、なるほど、個別とか、あ、そうそう。多分団体を辞めたから、あ、はいはい、個人で活動するっていう子が出てきたのかな、わかんない。まあそうですよね、あの3、コツメさんは3月に、ね、劇団を辞めて、うん、まあ私は6月なんですけれども、うん、確かにそれで、まあ、あの個人で活動するようになったからっていう感じなんですかね。ね、もう分かんない、脳、脳が勝手にひらめいたから分かんない。ペコって言ったあれなんですね。そうそう、だからのたまたまその浮かんだものをお話しした。今年の感じって あれなんじゃないですか、もうちょっとちゃんと考えるの考えて言うやつなんじゃないですか。そうなの。いやね、まあ、今はちょっと11月の27日なんで分かんないんですけど、ほうほうほう、今年の漢字が発表されたとかされてないとか、なんだろうね。世界的な、世界的なじゃないか、日本的な、今年の漢字ちょっと予想してみますか。お、いいね。まあ、今聞いてくださっている皆様はもう答えを知っていると。なので合ってるか合ってないかは今聞いてくださっている皆様がジャッジしてください。何でしょう。
なんだろう、ね、あんまなんか印象なんか世間の印象がねえ、何だったっけ、何があったっけ、なんかやっぱまだコロナは続いてる年だったじゃないですか、2020年からコロナ禍になってしまって、でそっからなんか漢字が密とかだったりね。去年は、去年は確かオリンピック、あれオリンピックっていつですか、去年じゃない、なんかバスの中で見た記憶がある。あ、じゃあ金だった気がします。へ、金メダルをたくさん取ったからって金だった気がします。え、今年なんかありました？ワールドカップ、ワールドカップ今なんだろうね、なんかそんな印象に残ることがあんまなかったですけどね、個人的なね思い出はいっぱいだけどね。そうなんですよ日本どんな年だったかなうーんって考えてるさこの沈黙の時間がどん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 増えてくるまあでもいろいろなんか悲しいニュースもありましたし ね、そうだね、なんだろうねなんでしょうねパーって浮かばないな。めちゃくちゃ夏は暑かったっていうイメージがありますけどね。てかさ、冬もさあったかいよね。そうですよね。あ、わかった、あったかい、あったかい、あったかい、え、単語漢字、え、温暖の暖ってことですかね。 Yes, yes。 確かに、でも前も温暖の暖でありましたけどね。そうなの、ダブっちゃダメなの。いやいやいや、いいですよ。あのだって金メダルの金も確かオリンピックの年は金になる確率が高かった気がします、うん、そうなんだ、へなので、じゃあ暖にしますかいいな、そんなんで暖にしましょういや本当あったかいよね。うーん、なんかマフラーとかも全然しなくていいですもん ね、まあ、寒い時もあるっちゃあるけどさ、一日だけとかじゃない。あー、確かに、なんかずっとうー寒みたいなのはあんまないよね。あ、なんか私夜勤やってるので、うん、夜からま明け方朝まで働くんですけど、うん、やっぱ朝はめちゃくちゃ寒いです。朝寒い、朝はやばいですもう勝手に暖房つけちゃいますもん。あ、わかるわ、寒いです。私の今年の感じは何だろうな、なんかすごいね、すごい、うん、すごく暗く言ってしまうとっていうか、すごく暗く暗く言ってしまうとすごい可愛い声で暗いお話が来るんだそうなんですよ、すごく暗い、辛いって字へえ、それは何ですか、考え抜いた感じですか。いや、なんか考え抜いた、なんかいろいろやっぱね、いろいろあったんですよ。なんか結構理不尽なこともあったし、いろいろちょっと電波に乗せられない、いろいろあったんですけれども、でもまあ2022年はそういう年だと思って、2023年はその辛いという字にですね一本足して幸せって字にできたらいいなという前振りということで、2022年は辛い辛い、辛い辛いじゃなくて辛いの辛いっていう意味にしようかな。あ、辛いもん食べたいねいきなり、いや、すいません、いきなりなの。いや、だからその、ま、前振り、はあはあ、2023年を幸せという年にするための前振りで、辛いって文字でもいいかなって思ったんですけれども、あんま暗い感じにしない方がいいかなとも思ったら、もうちょっと、ま、あの明るい文字はないかなと思ってもいるんですけれども、でももうそれがもう頭に浮かんで来たならもうそれが今年の感じだよなんかあの私にいい感じください。え、そういうもんなの私自分で決めんじゃないの感じをいただけないでしょうか。なんだろうねドキ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 時時時間の時それはその心は、え、なんか時間を大切にって、あ、アドバイスもう2022年は終わるけどアドバイス今更のアドバイスを私はいただいているのか。あ、なるほど、なるほど
そうそうそう、残りわずかな2022年の時間はね、有意義に過ごせますように。あと1、2週間しかないですけどでも1、2週間あるだけでだいぶ変わると思うよ、はい、そうですね、そうですよね。明日は明日の風が吹くというか、何が起きるか分かんないですもんね。だってなんかさ、体感2週間ぐらいで北わったって言われたよ。北わった北わった鍛えられたって。あー、でもそれは分かります。パーソナルして、パーソナルジム行ってからシュッとしたねって。あ、そうなんだ。言われます。数週間で、ね、そう、数週間で。ほら、2週間あれば人は変わる。わかりました。じゃあ2022年変えていきます。あと2週間。ライブ楽しみだね。そうだね、そういえばお腹空いちゃったな。だね。あ、そういえばこのライブハウス、美味しいご飯があるみたいだよ。本当に？頼んでみようよ。うん。美味しい料理とアットホームな空間のライブハウス、池袋ホットアイズ。ライブステージはもちろん、結婚式の二次会やパーティーにもご利用いただけます。また大分県産の食材をふんだんに使用した自慢の料理はどれも絶品。あなたの素敵な思い出に彩りを添えます。お問い合わせは 03-6907-3340、 03-6907-3340 まで。池袋駅西口から徒歩5分、池袋ホットアイズはあなたの期待に応えます。今週もお別れのお時間が来てしまいました。あー、2週間で矢野春が変えようと思うこと。お、ベスト3。え？3つの発表しなきゃいけないんですか？いきなりの無茶ぶり。いきなりの無茶ぶりだな。じゃあ矢野春はこの2週間で、お、この2週間で、うん、グミを卒業するの？2週間だけグミをやめます。え、なんでやめんの？そりゃ今なんか良くないなって思ってたの。今までグミ食べてる、グミ一粒食べて、あー罪悪感って感じてたの。いや違うんですよ。パーソナルジムのね、あのムケムケマッチョの先生が同い年なんですけど、なんかあれやっぱりすごい絞るんですって。もう砂糖はダメとか、いやでも本当に綺麗な筋肉されてる方なんですけど、まあ、そんな人にね、あのいろいろ教わってるんですよ、筋トレを。いや別にそういう体型を目指してるわけじゃないんですけどね、はいはい、その人の話を聞くと、いや本当にストイックにね、食事制限もその自分磨きもされてるんだなっていうのをなんか痛感しまして、なんかその先生に今日もグミ食べたんですかっていう風に聞いてくるんですよ、その先生が。ではいっていう風に言ったで、すごい苦笑いお前本当に痩せる気あんのかみたいな顔されちゃうので、だからこの2週間はグミを断ちます。でもさ、グミって1個とかでしょ、1日。え、1日1粒ってことですか？そんなの耐えられるわけないじゃないですか。ということで、この番組のご感想ご質問はハッシュタグあいつラジオとつけて SNS に投稿してください。それではブラゴダリア。福田コツメと矢野晴日のあいつらラジオやるってよ。今週も始まりました。池袋 FM さんからお送りしておりますあいつらラジオやるってよ。トークだけでつなげる15分間にお付き合いください。
この番組のご感想ご質問はハッシュタグあいつラジオとつけて SNS に投稿してください。改めまして役者しております、福田コツメことツンです。え、逆じゃない？春日は矢野晴こと矢野晴日です。どっちでもいいんですよ。え、逆じゃない？あ、ツンさん。はい、ツンです。ツンさん。え、どういうこと？ツが名字で、ウンが名前さん。そうです、ツンさん。ツンです。ツンさん、ツンの方がなんか自分でも言いやすいなって。ツンですっていうよりなんかツンです。まあでもあの短くはしょれていいですね。だんだんもう短縮になって、だんだん自分のことんっていうことになっていくかもしれないよね。いやでもそれがなんか今の若者言葉じゃないですか。だってマジのことをマって言うじゃないですか。そうなの？え、知らないんですか？そうなんだ。ちょっとコツメさん。いやもう、え、本当に？なんかさ、了解とかもさ、了とかでやってたよね。そうそうそう、了みたいな。え、それ前じゃなかったっけ？今も？いや今もそうですし。そうなんだ。ほら、なんかほら今はちょっと問題になってますけど、ファスト映画とかあるじゃないですか。もう2時間の映画を10分でまとめて、いやそんなに時間ないかなみんな。私2時間見たいけどなって思っちゃって、その話を聞いて。まあ、忙しはい、なんだっけ、 YouTube、 はあ、YouTube とかもさ倍速で見るとかって聞いたよ。あーねー、いやー時間ないんでしょうね皆さん、忙しいんだ。そうだよ、忙しい日本。ライブ楽しみだね。そうだね、そういえばお腹空いちゃったな。だね。あ、そういえばこのライブハウス美味しいご飯があるみたいだよ。本当に？頼んでみようよ。うん、美味しい料理とアットホームな空間のライブハウス、池袋ホットアイズ。ライブステージはもちろん、結婚式の二次会やパーティーにもご利用いただけます。また大分県産の食材をふんだんに使用した自慢の料理はどれも絶品。あなたの素敵な思い出に彩りを添えます。お問い合わせは03-6907-3340 まで。池袋駅西口から徒歩5分、池袋ホットアイズはあなたの期待に応えます。ねえねえ矢野原ちゃん、はい、聞いてよ。はい、なんか私顔が歪んでるんですよ。どういう、いきなりどうした？なんかなんだろう、たまに、はい、そう SNS に載っけるとかそういうのは関係なく、はいはい、あの真正面から真顔で写真を撮るっていうことをやってるんですね。はい、正面写真を撮る、正面写真っていうか、はい、なんだろう、時が経った時に見返すよ、はいはい、あ、なるほど、はい、あ、老けたなとか。いや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 、あとなんか、あ、こういうところが良くなったなとか、あ、そういう成長を、あ、年を取ったなじゃないね、成長をね見届けるために、うんうん、あの写真を記録しているっていうことをしてたんですよ。うんうん、はい、で、あのたまたまこう見返した時、撮った時、はい、鼻がなんか斜めになってて、うん、こう斜めになってるんですよ。はいはい、それがすごい気になるなと思って小顔矯正に行ったんですね。はいはい、そしたらなんか歯が、うん、なんか歯が歪んでるではないけど、なんだ、歯の噛み合わせ組み合わせなんですかが悪いみたいなことを言われ、はいはい、矯正とかした方がいいかもしれないですねみたいなことを言われた。顎が曲がってるって言われたんだ、まず。そう、はいはい、そういうのはまあ矯正とかで治すのが一番いいかもしれませんねって。歯科矯正ってことですか？あ、そうですね、歯列矯正、あ、はい、がいいかもねみたいなことを言われたんで、うん、あの歯医者さんに行ってこう相談をしたんですよ。はい、そしたらまあちょっと曲がってるとか言われて、うん、でまあ食いしばりがあるって言われたんだ、うん、その前に、はいはい、食いしばりがあるんでまあちょっとこのままだと微妙。
びっくりした。今のテンションだとこのままだとやばいことになりますよみたいなテンションだったからびっくりして構えちゃったじゃないですか。異名ってどういうこと。なんかどんどんずれていきますよっていう、なるほど、微妙っていうのがもう思いを込めて微妙。あ、まあなんだっけ。え、でそれでやるんですか、うん、その私立矯正。あ、いやいやいや、それであの、はいはい、食いしばりを寝てる間どれぐらいやってるかとかっていう、うん、今日なんかチェックをしたんですよ。はい、でまあ、 あの寝ている間につける、うん、あのマウスピースをね作ることになったんですね。はい、うん、はい。であの寝てる間、まあ、カポってはめて寝てるんですけど、うん、朝起きたらそのマウスピースがなんかいない、口の中にいない。そんなことあります。いや、そうなんですよ。どこになんか寝てる間になんか、はい、はって取れるらしくて。え、それは初めて。そういうエピソードは初めて聞きました。なんか気がついたらいつもなんかあの布団からはみ出てたりとか、しててびっくりしました。でもマウスピース私も今つけてるんですけれども、うん、あれですよね、結構な力で取らないと取れなくないですか、マウスピースって。いや、そうなんだよ、手でここ頑張ってやらないと取れないんだけど、そんな口でもごもごしてペッみたいな感じでなんか無指病のように取ってるんだろうね。おー、そうなんですね。うん、びっくりしたんだよ。で本当にこの違和感があるんだろうなって思った瞬間があったの。はい、朝起きたらそのマウスピースがね、はい、枕の下に置いた。枕ないどこ行ったってせっかく作ったのにないないないって、枕あげたら枕の下からマウスピースが出てきた。マウスピースの夢でも見たくなったんですかね。すっごいつけたくないんだろうね。なんかね、体がすごい異常に素直すぎてびっくりしてる。いやでもすごいですよ、そのマウスピースを取れるってなかなかないですよね。なんかね、目覚めたりする時もあるね、マウスピースが気持ち悪くて。あー、でもその気持ちはわかります。私もなんかマウスピースが気持ち悪くてちょっと寝つけないなみたいな、なんかそういう時ありますね。今日はそうだった、うん。あ、でも基本は朝起きたらいないんだよ。どうするんですかね。どうしたら結構歪んだ鼻、はい、曲がった鼻治るんだろうね。でも私はやっぱりあの固いもの噛むとやっぱエラが張っちゃうとかそういうの聞くので、あの噛み合わせ、その筋肉の問題もすごいあると思うので、うん、骨とかそういうの うんうんうん、だけじゃなくて、うん、例えば右側であの固いものを噛んだりご飯食べたりする癖があるんだったら左側にしてみるとか、なんか左の方がすごい歪んでるなって思うんだったら、なんか張ってるなって思うんだったら、うん、もうあえてずっと右で噛んでちょっと右だけ筋肉つけてちょうどよくさせるみたいな、そういうのもできるんじゃないですか。今ね、右、ん、まあ、あの矢野春さんからしてみたら左、はい、いいですよ大丈夫です、はい、左側がですね、はい、あの噛むように心がけてます。あ、いやだから全然そんな私が見た感じでは全然気にならないですよ。写真だとね顕著に現れるのよ。でもそれわかります、写真ってあれですよね、やっぱなんかムービーとかあの映像系最近やらせていただいてるんですけれども、うん、やっぱ自分の顔見ると、え、私こんな顔だったっけな、いつもビューティープラスで漏れてる写真しか見ないからあれ誰お前お前誰ってなるんですよね。だからね、こう真正面で撮れない、あ、角度をつけてごまかすっていう方法をね最近身につけたの。でもそれはやっぱあの誰でもやってることだと思います。そうなんだ。え、事務所入る時とか言われませんか、あのこっちのなんか自分の角度とか見せ方を研究しなさいっていう、まあ、研究しなさいみたいなのは言われたりはするけれども、うん、
いう感じだった真面目に受け取ってくださいよそこいや研究って何すんだろうなぐらい、あまあ研究結果はちょっと角度をつけてごまかす、うん、まあごまかすっていうより、まあ、ごまかす、うん、まあこっちの角度っていうか自分が一番よく映る角度を見せるにしましょう。見せる。魅了するな、見せるな。なるほどね、そう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 、いい響きですね。魅了させましょう、はい、そうやってね。でもいろんな人やってると思いますよ、角度、うん、角度でこっちの方がよく見えるからっていうのは。だからそれは決しておかしいことではないです。あ、角度つけて撮る？ええ。ああええ、みんなやってることです。あと光ね。大事です。ね、疲れた顔には光が大事。はい。皆さんもぜひね、角度研究してみてください。矢野晴そういうの得意です。ライブ楽しみだね。そうだね。そういえばお腹空いちゃったな。だね。あ、そういえば。このライブハウス、美味しいご飯があるみたいだよ。本当に？頼んでみようよ。うん。美味しい料理とアットホームな空間のライブハウス、池袋ホットアイズ。ライブステージはもちろん、結婚式の二次会やパーティーにもご利用いただけます。また、大分県産の食材をふんだんに使用した自慢の料理はどれも絶品。あなたの素敵な思い出に彩りを添えます。お問い合わせは 03-6907-3340 03-6907-3340 まで。池袋駅西口から徒歩5分、池袋ホットアイズはあなたの期待に応えます。今週もお別れの時間が来てしまいました。ピエン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 いやね、さっきこあの CM、はいはいはい、入る前私が閉めたじゃないですか、はい、マイク、あ、文句ですか。そう、マイクオフの時にですねコツメさんがいい閉め方ですねって褒めてくださったんですけど今日はですねコツメさんが MC の日なんですよでも随分ね頑張りましたよありがとうございますこんなね歯が曲がったとかさ、そんな話でもっと愉快な話がしたかったね。え、待って、これ年末最後の話？え、待ってください、そうですよ。いやもう12月の27日ですよ。やばい、年末にする話じゃないぞ年末のテンションでもなんでもないですいやなんかもっと世話しない話したかったね。世話しない話なんか忙しいって無駄に忙しいって言いたかった。いやいや、でもやっぱ年末はまったり過ごしたいですよ。なんかシワス感出したかったよ忙しいいや、まだ間に合います。あのまだあと28、29、30、31で4日間あるので4日間忙しくしましょう毎日掃除しようかなピッカピカになっちゃう。ピッカピッカの2013、あ、2013じゃないタイムスリップしたのかなちょっと語呂が悪すぎたタイムスリップしたのかなですねそうだ、大掃除とかもねやらなきゃいけない時期ですね。皆さん綺麗にしましょうねそうですね。さてさて、はい、では最後に今年最後のこのセリフを言いましょう。はい、どうぞこの番組のご感想ご質問はハッシュタグあいつラジオとつけて SNS に投稿してください。それではおおきに。